三田尻は山口県中南部の地域。現在は、豊府市の地名。奈良時代には、諏訪国国府や国分寺が、この地域に置かれる。また、平安時代には、太宰府に下校する、菅原道真が立ち寄ったとされ、豊府天満宮の縁起となった。三田尻三船跡1600年の関ヶ原の戦いの、あと、毛利氏の所領のうち、本拠であった、秋国も取り上げられ、 新たな居城を築く必要に迫られた。この時に、毛利氏当主、毛利輝元は、巣王国山口、巣王国造田尻、長戸国萩に築城すべく、徳川家康に許可を求めた。徳川家康は、毛利氏封じ込めの意図もあり、大内氏以来の巣王国の中心であった山口、瀬戸内海に面した天然の良好であった三田尻への、築城は認められず、萩城の築城を許可し、 毛利氏は山陰に押し込められた。しかし、天然の良好であった三田尻には、戦国時代に瀬戸内海で活躍した毛利水軍、村上水軍が五千種組に組織改編されて、1611年、下松より、この三田尻に移り住んだ。五千種組の根拠地となったことで、根拠地としての五戦争の建造や町割りなど、三田尻の整備が進められた。 五千仕組みが居住した警護町水府や船大工が居住した新帝方といった当時の地名は現在も残っている。江戸時代初期にはカ路で三金交代へ向かう出発地となった。1654年に毛利綱広が萩王館を作った際に三田尻お茶屋を築造するなど大いに栄えた。しかし後に三金交代が 海路から陸路に変更されるに及び、その役割は限定的なものとなった。それでも長州藩七代藩主、毛利重成は隠居後に、この三家尻御茶屋に住むなど、三田尻は要所として重視された。江戸時代末期にも、その重要性は変わらず、坂本龍馬が土佐藩を脱藩して、下関に向かう際には、沢村総野城と三田尻に立ち寄っている。また、 五戦争も海軍局と名前を変え、欧米より伝わった近代航海術の教練や造船技術の教育も行われていた。七教地の際に、三田尻お茶屋は、その滞在所として使用された。その後、お茶屋の敷地内に、招き剣閣が建てられ、幕末の志士たちが足しげく立ち寄った。お茶屋は、明治時代以降も、もう都市への別邸として使用された。 三田尻中観光のサンタジリ地区円形昭和に入り、水資源の豊富な近隣の塩田跡後に、工場群が進出するのに合わせ、工場生産品を輸出する港湾として、設備の拡充が続けられた。特に自動車メーカーの松田が主力工場の一つを豊富市に設置したことから重要港湾に指定され、近年の三田尻中観光は、中間地区を中心に、 自動車の輸出口としての活用が目覚ましい。ありがとうございます。